フォークとか普通にめっちゃ落ちるもんだってあれ振るやつやん、絶対振るやつやん、あれあの辺投げちゃいけないっていうのが上田剛。皆さんこんにちは、上田剛です。さあ今日はですね、愛知県春日井市にある春日井市民球場に来ております。ある方とガチの真剣勝負をしに来ました。現役時代もですね、何度か対戦したことあるんですが、今日お互い引退した者同士ということで、もう一度対決したいということで、お互い真剣勝負ということで行ってみたいと思います。上田さん今日、はい、そう決まってますね。そうね、ちょっと気合い入れてきたんだけど、現役時代ね、アンダーアーマーっていうみんな知ってると思いますけど、そこからね、いろいろと用具提供をさせてもらって YouTube をやってるということで、またね、アンダーアーマーさんが僕に今回のこの衣装を提供してもらいました。かっこいいでしょ。フードついておしゃれでしょ。おしゃれですね。うん、半袖で、これ中もね、かっこいい。これ、ちゃんとアンダーアーマーで、そう、ズボンもね、一式ですか。一式、一式、靴下もなんか色もそう、あ、うん、靴も全部一式アンダーアーマーさんが提供させてもらいました。アンダーアーマーさん、ありがとうございます、はい、ちゃんと野球用だから皆さんぜひ買ってみてください。お願いします。その対決する方、誰か会いに行きましょう。あ、もう本日の対戦者がいます。あそこで入念にストレッチしてます。誰かわかるですか。こんにちは。こんにちは。今回の対戦者は元中日ドラゴンズ、吉見一輝さんです。お願いします。お願いします。吉見さん、はい、僕でいいんですか。いいでしょう。だって現役辞めて、はい、こんなことないですよ、なかなか。全然ないです、ね、だってまだ半年ちょっとでしょ、はい、え、結構もう投げてますか。まだ4月ぐらいまでは投げる仕事まあまああったんだけど、はい、そっから全く投げてなくて。本当ですか。そう、僕も最近ノックバットしか握ってないのでちょっとしんないんですけど現役時代吉見さんとはね、何度か対戦あるんですけど、はい、ほぼほぼ打ち取られてるという、低めのもうね、変化球をもうバンバン振らされてね、インコースで仕留められてっていうお決まりのパターンでやられてるんですけど今日もね、過去のデータバーって思い返してね、確かこうだったらああだったら僕のデータありますか。あったあったあった。ありますか。自分の場合はやっぱりクイックが速くないんで、やっぱ足が速いランナーを出すってことがすごく嫌で、あ、だからヤクルトでいうと長距離砲何人かいたけれども、はい、よりも俊速系はやっぱ出したくないって思いがあって、なるほどなるほど、かなり神経使って抑えに行った記憶があります。そうなんですか、ね、はい、もうお互いね、引退し、間もないですけど、はい、今日はどっちが勝つのか楽しく、はいはい、楽しくやりたいと思いますんで、はい、よろしくお願いします。お願いします。手袋もね、提供してもらったんですよ。アンダーアーマーに手袋、もうスパイかっこよくない。これかっこいいですね。提供してもらって、バットはこれ現役時代のアンダーアーマーのバットにちゃんと自分の名前も入ってるから。やべえ、久々だなこの感覚は。うわ、昔は何百球と打ってたのに10球打っただけでしんどいな。吉見さん、ビンビン投げてます。マジでコントロールいいからね、構えたとこにもうパンパン行くから。はい、OK。 おー、はい、おー、ナイス、おー、OK です。どうですか。いや、もうほぼ変わらんすよ、現役の時と。はい、フォークとか普通にめっちゃ落ちるもんだってあれ、振るやつやん、絶対振るやつやん、あれやばいやばいやばい、早い早い、早すぎますよ、ちょっとスライダー見とかない。ありがとう。プレボ、お願いします。よし、あー、セーブ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 、あかんわ、ストライクストライク、入ってる今の。いやー、セカンドボールだこれは。いや、ちょっと普通に現役時代とあのほとんど球筋変わってないんだけど、球も普通に速いし、フォークとかバレ落ちてるし、なんでやめたんですか。もう3打席勝負してもらえないですかね。いいよ、やろうか。よっしゃやろうか。もう3打席お願いします。オッケーオッケー。せっかくじゃあもう3打席やるんだったら、負けた方が勝った方の何か言うことを聞くっていう感じで。わかりました。僕今母校の岡山の関西高校のコーチやってるんですけど、ピッチャー全く教えれないんで、ちょっとうちの生徒たちのピッチングを教えに来てほしいなって。
負けたらね、はい、いいよ、いいですか。前回の対決で吉見さんに負けてしまったので、今回はリベンジマッチということでやってもらうことになりました。いいですか。はい、ぜひやりましょう。前回のね、対戦ではですね、3打数0安打と三振三振セカンドゴロと、もうまさに僕の現役時代を彷彿させるような内容だったんですけど、まあその内容の方はですね、吉見さんのコントロールチャンネルの方でやってますんで、皆さんぜひ見てみてください。ただこのリベンジマッチは僕のチャンネルでなんとか勝利をしてですね、僕の母校に吉見さんを招いてピッチャー陣を鍛えていただきたいと思ってますんで、いたしてください教えに行きたいんで、いたらよかなうちの生徒たちも未来があるピッチャーがいると思うんで楽しみなピッチャーはいるんですか。今もう1年生2人右ピッチャーいるんですよ、ね、1年ですよ、はい、はい、多分来年主力になってくるようなピッチャーが2人いるんですけど、やっぱりコントロールがね、定まらないピッチャーが多いんですよ。多いですよね、はい、高校生ね、はい、僕がね、いざ教えるってなっても何も分からないので、ね、ピッチャーのことが、はい、これはもう吉見さんの力が必要なんで、生徒のために頑張りたいなと思います、はい、もしですけど、はい、僕がリベンジマッチも負けてしまった場合は、はい、吉見さんの母校である高校大阪の方に、はいはい、僕がホームラン後のパフォーマンスのやり方をそっちいいかな、はい、まあ、外野守備であったり、うん、打撃のことであったり、意外とね、外野の守備って大事だよね、はい、内野ピッチャーってなるけど、バッてなるけど、はい、やっぱ外野の守備って大事だと思うんで、はい、もしそうなった場合はね、変わったっていうぐらい指導してもらいたいなと。わかりました。ということでリベンジマッチ開始です。皆さん楽しみにお願いします。お願いします。あそこでストライク取れんな。よし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 。そのところマジかよマジかよ。誰が守ってるんですか、ショート。ちょっと河合さん。河合さんダメだ、取られますね、取られますね。河合さんか。よっしゃ、あと2打席。くっそー、2打席目いきます。お願いします。いや、これもあー、やっちゃった、詰まった。あー、やっちゃった、詰まった。最悪だ、やばい。やばくなってきた。試合でさ、例えばサンタコできたら4打席目とかめっちゃプレッシャーある。もう最悪っす。最悪最悪あのでもあるあるじゃないですけど、やっぱこう打ちたいってなるじゃないですか。それがやっぱ逆効果、逆効果。ピッチャーと一緒だよね、打ちたいと思うと、はい、それがもうなんか吉見さんの術中にハマってる感じするんですよ。いいとこ投げようと思うとやっぱ甘くなる、こっちも。あ、そうなんですか。そう、ちょっとここは謙虚に行くわ。おっしゃ、これはヤクルト代表として六タコアカン。六タコ見たことない。六タコアカン。あー、誰だこれ。これはツーベースですね。あー、誰だこれ。これはツーベースですね。ちょっと誰だ。やったやった、参りました。やったぞ、関西高校のみんな。吉見さんからあんな長打打ったことねえよ。いや、ナイスバッティングだな今のは。ありがとうございます。参りました。いや、吉見さん、先生なんか打たせてもらって。いえいえいえ、なんかもう真ん中にスーッと投げてみて。いえ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 、全然いけるね。オーラというかね、あ、やっぱ野球選手なんだなっていう雰囲気出てるよね。え、マジですか。出てる出てる。こいつもすごく緊張しだしたもん、マウンド立った瞬間。打たれたらどうしようと思って。僕は現役時代そんなレギュラーでバンバン出たことないですけど、まあでも吉見さんとは何度か対戦することがあって、ワンワンピッチングって、ね、そう、何知ってんの。ワンワンピッチングですか。そう、ワンストライク取ったら次は絶対ストライクからボールになる球で、そう、誘ってくるっていう。何知ってんの。これはもうね、お互い引退してるからなんですけど、やっぱこうそこを振るか振らないかで。そう、でも自分の場合は3球勝負っていうのがあった感じになって、はい、まあ、初球ストライクだった場合は、はい、次はストライクはボールでいいんだよ、いいんだよね、はいはいはい、でそれ振ってくれたらラッキー、はい、で振らなかったらワンワン、はい、どっちみち自分の中でも勝ちなの。
ワンワンにどうやってしようかなって思いながら投げるっていうのをずっとテーマにしてて、あさっきのインコーススライダー、はい、ボールになると結構きつくなるんだよね、はい、自分の中で、はいはい、どうしようってなったら、はい、やっぱ初期はストライク取らなくちゃいけないっていうのが鉄則で、ヤクルトスワローズ吉見和樹ってどんな感じだったの？データ僕らが常々言われたのはとにかくファーストストライク積極的に行くか行ったね、そうなんですよ、行ったね、行くかワンストライクからのもう一個のボールを見逃す勇気を出せるかどうか、僕ワンストライクっていうカウントが一番嫌だったんですよ、やっぱ誘ってくるかもしれないし、誘ってきてそれを打たされるのも嫌だし、かといってストライク取られたらツーストライクだしってすごい難しくて、そのワンストライクっていうカウントが上田剛の対右投手というデータが入ってくるよね、はい、僕データあるんですか？ある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 、投げちゃいけないところは外甘、はい、最後打ったところだよね本当に、はい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 、だから投げるとしたらこっちにフォークか、はい、インコースでファールを打たせるか、はい、投げちゃいけないところはストラックアウトでいうと2、3、5、6、はい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 、あの辺投げちゃいけないっていうのが上田剛、はい、で自分が打たれる時のイメージって、はい、抜けたスライダーが1、2塁間抜けていくイメージしかないの、そうですね、そうですね、詰まってポテンと落ちるっていうイメージがあってから、はい、インコースで投げ切って開かしてそこにいい当たりのファールを打たしてればもう自分の勝ち、どれだけ自分の場合はここで開かせるか、いいボールファールを打たせるか、なるほど、でもそれが1個半2個って甘くなるともうこっちに入っちゃうんで、はい、もうだから本当裏表のところなんだけども、対上田剛はここにどれだけいけるか、で最後はここで、ここに行くためにどうするかっていうことを、あ僕はそれこそさっき言った外甘の入ってくるスライダーかフォークが浮いてきたら全部行こうと思ったんですよ、うん、僕は初球とか特に、でもそれがやっぱこうインコースも甘くなくてキチキチに来るから、それがこうパンって反応しちゃってこっちにやっぱりゴロとか打ってカウント取られちゃって、でフォークをケアしなきゃいけないし、ここのまっすぐもケアしなきゃいけないし、でどっちつかずでやられてるパターンが多かったですね僕は。そうですね、はい、そうでもヤクルトって確かにめちゃくちゃ早打ちで、ハマった時は本当に100球以内で完投できるんじゃないかっていうぐらい感覚でも、逆もあって、はい、打たれ出したら止まらない、右バッターとかいきなりこんな人打つんだよね、畠山さんとか、そうとかちょっと前で言うと大引きだったり、はいはいはい、山田哲人もそうだね、はい、いきなりこんなしてバッて開くんだよね、はい、だからそれがチームとしてインコースを張ろう打とうって言ってるのか、個人でやってるのか分かんないから、逆に不気味で嫌で、僕は個人だと思います。畠山さんとかはめちゃくちゃ吉見さんのちょっとめちゃめちゃ研究してた、畑さん特に、あそうこっちが悩んじゃって、あヤクルトってそういうイメージ、ハマると抑えられるんだけど、ハマっちゃうと今まず行ってないのに5点6点取られてるっていうイメージ、じゃあ結構思い切ったことやられる方が嫌ってこと？嫌だった。なるほど、いやなんかいいですね、この終わってこういう話ができるのが、ね、めちゃくちゃいいですね。これはね5年後6年後だったら忘れてると思うんですよ、はい、そうですね、でもこっちも引退してまで1年経ってないんで、はい、今アマチュア野球をやられてるピッチャーの方とかもね勉強になると思うんで、吉見さんのワンワンピッチングっていうのはね、僕はピッチャーは球速いのも大事ですけど、一番いいのはやっぱりちゃんと、そうです、速いボール投げることに越したことはないと思う、やっぱり速い方がバッターはそれだけ打ちにくくなるし、はい、クリスも減ると思うんですけども、でもやっぱりここっていう時の投げミスはどんだけ速くても高校生だとかね、プロに行く人間だったら打たれるんじゃないかなと思うんで、全部が全部そこに投げれるわけじゃないと思うんですよ、はい、でも投げミスしちゃいけない時の時と、あとはそこに10球投げるんだったらそれが7割8割もっと 9割ぐらい投げれるコントロールがやっぱ必要じゃないかなと、全てが全てそこじゃなくてもいいんで、困った時にしか投げきれるコントロールが大事かなと、うん、僕も高校生とか子供とかにもそういうことはこれから伝えていきたいなと思ってるんで、期待に行かさせてもらいます。よっしゃ、よっしゃ、マジで嬉しい。うちの母校も最近甲子園からちょっと遠ざかってるので、はい、なんとかピッチャーを育てていただきたいなと思うんで、わ、はい、かりました、はい、ぜひ関西高校でよろしくお願いします、はい、いきます、参りました。やったぜはい、ということでなんとか最後の最後に一本打てて勝利を収めることができました。勝負に勝ったということで、吉見さんの関西高校の臨時コーチも決まったということで非常に楽しみにしておりますので、ぜひよろしくお願いします、はい、また吉見さんのチャンネルもですね、僕のこの概要欄の方に貼っておきますので、皆さんチャンネル登録をして、吉見さんのチャンネル、勉強になると思いますので、皆さん見てください。よろしくお願いします。お願いします。僕のチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。今日はありがとうございました。悔しいけどありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまたよろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございました。